パラオ地域短期大学とは、パラオにある2年生大学であり、同国唯一の高等教育機関である。ワスック公認で入学できる短期大学である。卒業の際には短期大学士の資格を取ることができ、刑事学、リベラルアーツ、看護学、農学、経営学を専攻することができる。パラオの義務教育は小学校と高等学校の計12年間であるが、 高校を卒業した生徒の多くがパラオ地域短期大学に進学する。日本語の授業が開講されている。かつての木工と定用聖書パラオ地域短期大学は、マーシャル諸島短期大学、ミクロネシア連邦短期大学とともに、ミクロネシア地域で公有地教養を受けている大学である。パラオ地域短期大学の前身は、日本統治時代の1927年に、 設立された南洋町の現地住民向け高等職業学校の木工と定要聖書である。1980年、アメリカ合衆国連邦議会はミクロネシア、地域短期大学を太平洋諸島新択等治療、公有地教養大学として指定した。その後、この大学を含む先日の3大学に、その指定は拡張された。 そして1993年3月19日、パラオ高等教育法はこの大学を政府管轄の独立した大学にした。これ以前は、この大学は職業学校として知られていたが、同年4月2日、公式にコミュニティカレッジとなった。ありがとうございます。